こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、久々に外での撮影ということで原宿に来ています。皆さんこの背景は見たことがないかなと思うんですが、僕が今回お邪魔しているのはですね、こちらアーバンリサーチさんのですねプレスルームですね。こちらで今回はアーバンリサーチドアーズさんの中の夏物でおすすめのものを皆さんにですねどんどんご紹介をしていきたいなと思っています。僕の普段の動画の中でも結構ですねドアーズさんのアイテムは皆さんにご紹介することが多いんですが、まだですねお店ですとかプレスルームにお邪魔したことがなかったので、今回はですねちょっと無理を言ってこちらのプレスルームの方にお邪魔させていただきました。実際にですね今店舗に並んでいる商品の中から僕自身がですね気になるものをピックアップして並べていただきましたので、今回はこちらを実際に試着をしながらですね皆さんにおすすめのアイテムをどんどんご紹介をしていきたいなと思っています。僕自身もですねドアーズさんの商品はよく購入をしてるんですね。普段はですね2児の父として結構ですね休日ガンガン外で遊ぶので、そういった時にですね結構このあたり早速出しちゃいますけども、外遊びに適したこういったちょっとテック感のあふれるアイテムなんかはすごく使いやすいんですよね。それ以外にもですね旬を捉えたアイテムすごくたくさんあって、気軽にトライしやすい価格帯も含めてかなり使いやすいので、こんなにたくさんのアイテムもですね僕も実際に買って事務所で撮影することはできないので、皆さんにですねいろいろと試着をしながら解説ができればなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってましょう。はい、ということで早速端っこから見ていきましょうかね。この辺りの大人っぽい半袖シャツはもう鉄板で使いやすいですよね。半袖シャツもですね襟型で表情がだいぶ変わるかなと思うんですが、こちらは僕も大好きなバンドカラーシャツですね。結構ドアーズさんでもこのバンドカラーシャツこう売れるみたいで、これまた旬なアイテムで使いやすいかなと思いますね。で、素材 UR テックというものを使っていまして、これが機能的ですごく使いやすいんですね。シワにもなりづらいですし、 UV カット機能とかついてるので、今日すごい暑い日なんですが、そういった時でも安心ですね。洗濯機で洗うことができて、なおかつシワにもなりづらいというところで、かなりこれは使いやすそうですね。で、サイズ感もですね程よくゆとりがあるんですが、僕たち大人世代が着ても大きすぎないようなバランスなので、これぐらいがやっぱり使いやすいかなと思いますね。カラー展開も豊富で、結構どれ選ぼうか難しいところなんですが、こういったシャープな色でまとめていただいて、ボトムスでちょっとこうオフホワイトだとか明るい色でコントラスト高めな感じ感じにしてもらうのもいいと思いますし、今ね僕はネイビー系のパンツ履いてますが、そういった場合は明るめの配色で着てもらうのもいいかなと思いますね。せっかくなんでちょっとこういったベージュとグレー混ぜたようなこの色味が綺麗なので、こちらの方を実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これは大人世代にはもう絶対似合うやつですね。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですけども、今着てるのが M サイズですね。これぐらいでサイズ感としてはすごくいいかなと思いますね。袖もですね程よく長さがあるんですが、だいたい腕の関節ぐらいなので長すぎないですね。最近は結構すごい長いやつもあったりするんですが、これぐらいだと大人世代すごく使いやすいですね。身幅のバランスもいいし、着丈もね結構スッキリとしてるのですごくバランスいいなと思いますね。なんといってもこのグレージュですか、ベージュとグレー混ぜたような色合いが上品なのですごくいいですね。僕もバンドカラーシャツ大好きで結構いろんなもの持ってますが、意外と半袖って着たことがないんですよね。これをね着るとだいぶ新鮮な雰囲気もなりますし、意外と着てみると違和感なくさらっと着れるので、これはバランスいいんじゃないのかなと思いますね。こういった下にですね白 T とか着てもらってもいいし、あとはこういったボーダーですね。これもねフォーク&スプーンのボーダーなんですけども、白とどうだろうな、ブラックかネイビーかってところですが、この配色すごく綺麗なので、こういった形で内側に入れてあげて少しボーダーを覗かせてあげてもいいかなと思うので、そういったスタイリングも使えるかなと思いますね。なかなかいい色合いですね。でちょっとこう差し色と言いますか、こういった表記で言うとコヨーテっていう形なんですけども、こういったねちょっと暖色系の色合いなんかも使えるとすごくおしゃれ感出るかなと思うので、このあたりも含めてぜひチェックをしていただきたいなと思いますね。夏の着こなしってどうしても単調になりがちなので、 T シャツだけじゃなくてこういったシャツ系もあるとすごくバランスがいいかなと思います。そしてこれもね1枚で着てもすごくかっこいいと思いますし、重ね着の中で内側に着てもなかなかバランスがいいかなと思うので、僕はこの配色すごく好きですね。ちょっとゆとりがあって、この
首のリブのとこだけホワイトになっていて、この爽やかな雰囲気もいいので、これも欲しいですね。1枚あるとなんかジャケットなんかと合わせても良さそうなので、これもちょっとチェックしていただきたいなと思います。そして続いてがですね、これがね、お店で見てすごいいいなと思ったんですよね。リアルにね、お客さんとしてもお店行ってますから。これは半袖のシャツカーディガンというところで、これ数年前まであんまり見かけなかった類かなとは思うんですね。雰囲気で言うとニットポロのような感じもあるんですけども、ちゃんと襟がついていて、前ボタンがですね下まで開閉できるような形になっているので、T シャツの上にさらりと羽織れるような、そういった1枚になってますね。これがですね、単体で見るとなかなかイメージがつきにくいかなと思うので、ちょっと実際に着てみるとクラシックな感じもありつつ、ちょっとね今っぽさも漂うような雰囲気なんですよね。見ていただくと、ちょっと透け感あるの分かります？今年はこういった素材感のものが非常に増えてるんですが、そのあたりもしっかりとカバーしたようなアイテムになってるので、どっちにしようかな。ちょっとこの明るめのカラー着てみたいなと思っています。はい、実際に着てみました。僕もですね、あまり着たことがないジャンルなんですけども、実際に着てみるとやっぱりちょっとこうニットポロのようなクラシックでレトロな雰囲気もあるんですが、だけどもこのカーディガンのようにですね、前が開閉できて T シャツの上にさらりと着れる感じというのが新鮮で、なかなかいいなと思いましたね。夏場でもですね、ずっと外にいる場合は T シャツ1枚でいいと思うんですけども、室内にいる時って冷房が強かったりすることもあるかなと思うので、そういった時に軽く羽織れるものが1枚あると便利かなと思うんですけども、これもねなかなか1枚あると便利かなと思いますね。おそらく動画見ていただいている皆さんはこういった半袖シャツ系は持ってる方も多いかなと思うんですね。なのでこういったものもいいかなと思うんですけども、ちょっとバリエーションを増やすという意味では、こういったシャツカーディガンみたいな感じのものが1枚あると旬な雰囲気も出ますし、透け感もあってね、なかなか今っぽさも出るので、なかなかこれはバランスいいんじゃないのかなと思いますね。今着てるのがモカですけども、僕はこの色すごく好きですね。夏っぽい色というよりは少し秋っぽい色ではあるんですけども、それをこうあえて春夏シーズンに持ってくるのもなかなか雰囲気いいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。ブラックもいいですよね。結構色は迷いますね。全然こうオールブラックにしても、夏のオールバックもなかなかかっこいいと思いますし、白パンとかでちょっと明るめに出してもいいかなと思うので、ぜひ気に入った方をチェックしていただければなと思っています。はい、続いてですね、夏といったらこのアイテムは欠かせないかなと思いますね。ショートパンツですね。グラミチですね。このあたりは鉄板で使いやすいアイテムですね。結構ドワーズさんとこのグラミチのコラボレーションって僕も長く見てきていて、もう定番なんですけども、このあたりもすごく使い勝手良さそうですね。従来のグラミチのボトムスと比べると少し丈も長く設計をしてありまして、裾幅もですねやや太めになっていますので、今のトレンドを拾ってたような形ですごくバランスのいいようなショートパンツに仕上がってますね。特有のですね、このあたりのですね、足の開閉しやすい部分であったりとか、ベルトですね、このあたりも含めて気軽に履きやすいようなデザインになってますし、後ろもですねポケットなかなか変わっていて、左右対称という形ではなくて、こっちは蓋付きでこっちは蓋がないような形で、後ろ姿もなかなか様になるようなデザインかなと思いますね。素材はコットンがメインなんですけども、ストレッチがね結構しっかり効いてるんですよね。見ていただくと分かりますけども、かなりストレッチ効いてるので、夏場でもね快適に履きやすいような一本かなと思います。丈の長さって結構トレンドが出るところで、ちょっと前までは結構短めのものもありましたが、これぐらいの丈感ですね、だいたい膝上ですね、膝の中央よりちょっと短いぐらいなんですけども、これぐらいがすごく使いやすいかなと思いますね。定番的なブラック、あとはこちらのオリーブもなかなかいい色合いなので、ぜひ皆さんこのあたりもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、夏の主役の T シャツですね。このあたりもちょっと見ていきたいですね。カラバリがすごい多い。何色あるんだろう。1,2,3,4,5,6色ありますね。このあたりはね、何枚あってもいいぐらいのですね、鉄板アイテムかなと思います。まずは白を持ってきましょうか。クイックドライと書いてありますが、もうベーシックな白の T シャツなんですけども、乾きが早い。その名の通りですね。気軽にですね、洗濯していただいて、ガンガン夏には着ていただきやすいようなシャツかなと思いますね。一応ですね、前と後ろで長さを変えてあったりとか、サイドにこうスリット入れているので、1枚で着ても様になるような見え方してくれるかなと思いますね。これは使いやすそうですね。で、白ももちろんいいんですけども、結構綺麗なですね、このあたりのなんて言ったらいいのかな、グリーン系の配色ですね。このあたりも良さそうですよね。1枚で着るときにちょっとこう差し色的にいつもと違った気分になるので、このあたりもいいかなと思います。で、チャコールグレーもなかなかいい色合いなんですよね。
ちょっとブラックと比べてみると初めて違いが分かってくるかなと思うんですが、こちらがブラックですね。シャープな色味ですごく使いやすい感じですね。でダークグレーはブラックほどは重たくなくてシャープで都会的な雰囲気が出るのでこれもいいですね。ちょっとシルエットとかも体感してみたいのでちょっとこちらの方も着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。こちらもですね M サイズを着ていますがサイズ感すごく使いやすいですね。これも袖やっぱり長すぎないのでこれぐらいが今っぽくてなおかつ着やすいサイズ感かなと思います。身幅もですねゆとりはあるんですけどもそんなにこう長すぎない丈感なので大人っぽくていいと思いますね。接触冷感機能もついているので着た感じもちょっとひんやりしてこのあたりも真夏外になるとかなりありがたいポイントかなと思いますね。で色もですね、まあ、ちょっとこう近づかないとなかなか分かんないですが少しこうムラ感あるようなペタッとした感じではないのでこのあたりも個人的にはなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。着てるのはチャコールグレーなんですがなかなかこの色はシャープでかっこいいなと思いますね。ブラックの T シャツは僕もいっぱい持ってるんですがチャコールグレーはあんまり持ってないのと意外と売ってるところが少ないんですね。なのでこの色はぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思いますね。これは使いやすいかなと思います。はい、続いてですね半袖シャツ見ていきましょうかね。先ほどは襟元がバンドカラーのものを皆さんにご紹介しましたが今度はですね、これまた大定番ですよね、オープンカラー。これも間違いない選択ですよね。だいぶ雰囲気変わってきますね。ちょっとこう最近多くなってきたバンドカラーの半袖でもいいんですがこういった少し開きのしっかりとしたオープンカラーも良くてで生地もね割とこう薄手で雰囲気もいいし色もこれは何だろう、エクリュということでちょっとこうベージュよりもワントーン明るいと言いますかその雰囲気もなかなかいいのでちょっとこちらも着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。これは着ていて気持ちがいいですね。かなりこう柔らかいタッチなのでこれは長時間着てもすごく楽かなと思いますね。リネンやこうシルクがミックスされていてこのあたりのですね素材感の良さといいますか気持ちよさというところがしっかりと出てるんですけども、ポリエステルだとかそのあたりも混合されてるのでケアもしやすいんですよね。ご自宅で、洗濯ネットに入れていただいてケアすることもできるので、そのあたりも含めてすごく雰囲気よく使っていただけるかなと思います。この色いいですよね。ホワイト系よりもちょっとこうベージュが入ったようなすごく柔らかい色味で夏らしくてすごくいいなと思いますが結構このブラウンもね僕は個人的に好きなんですよね。これいいですよね。ブラウンなんですけどもちょっとこう光沢感があるので上品に見えますしなんか大人が着てもねやぼったく見えないような上品なブラウンなのでこのあたりもいいかなと思いましたね。どっち派ですか皆さんは。こちらのバンドカラーもいいですが、こちらはねテック感あふれるような素材なので、すごく使い勝手もいいと思いますし天然素材の雰囲気も漂うようなこちらのオープンカラーシャツもそれぞれ良さがあるかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてですねこれまた気になっていたジャンルなんですが、最近こうカーゴパンツみたいなものね結構出ていますよね。定番的なアイテムではあるんですが最近はですねこういったワイドシルエットのカーゴパンツ時代の雰囲気とも合ってるので、いろんなところで出ていますがこれ軽くて使いやすそうなんですよね。ゴリゴリのミリタリーのカーゴパンツってもう重量感あって重たい感じがするんですがさらりと着やすいような仕様になっていてこれもねすごくバランスいいなと思いました。で色はですねオリーブとあとはしっかりとこう深めのブラックでこのカーゴパンツなんだけども色深くすることでシャープに着ることができるのでこのあたりもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。先ほどご紹介した例えば速乾性のしっかりとあるようなこういった白 T とかブラックの T シャツとかでこういったオリーブのパンツを合わせていただくのもなかなかバランスがいいかなと思いますし結構ねカーゴパンツ今年は使いたい気分なんですよね。このあたりのブラックとかの T シャツで合わせていただいてもすごくバランスがいいかなと思うので1本あるとこれ便利そうですよね。カーゴパンツ僕も好きなんですがなかなかね重たくて夏には着づらい印象があるんですがライトな質感なのでこれは個人的にもすごくいいなと思ってますね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。本当いっぱいありますよね。僕もね自分でこれいいなっていうのをですね揃えていただきましたが本当贅沢なラインナップが揃っていますがこちらの半袖ニットもねなかなか使いやすいんじゃないのかなと思います。襟元がちょっと高さのあるようなモックネックになっていましてこれだったら、梅雨これから入るのかな入らないのかな今年は結構微妙なところですけども梅雨時期なんかに着ていただいてもいいと思いますし意外とですね1枚で着てもいいし上にこうジャケットだとか着ていただいたりだとかセットアップの内側なんかでも使えるので様々な使い方がですね見込めるようなそういったアイテムかなと思いますね。ブラウン系もいいしこういったベージュっぽい
ものもいいし、あとはブラックでシャープにまとめるのもいいかなと思うので、このあたりも使い勝手良さそうですね。まあ、大人見えするような一枚でオンとオフ兼用できそうな一枚なので、このあたりもぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、そして先ほどのボーダーですね、まあ、これちょっとピッチ変えてこのあたりの大胆なボーダーもあるし、個人的にはこれぐらいの細ピッチでランダムな感じも好きなので、このあたりもね使い勝手良さそうですね。こういった着こなしの内側に入れてあげても使いやすいので、このあたりも1枚は僕は欲しいなと思いますね。そしてちょっと冒頭にも触れましたが、まあ、僕は休日これ着たいですね。休みの日にガンガンこう外遊びに使えそうなのがこのあたりのですね、まあ、T シャツなんだけども、まあ、いわゆるこうコットンとかではなくて化繊を使ったような素材感でシャカシャカ系ですね。でこのサイドにポケットがついているので収納量もしっかりとこのあたり確保されているのがかなり使いやすいんですよね。でちょっとした刺繍でですね、アーバンリサーチドアーズのこのね、URD というところが書いてあって、この山ですね、山のこのモチーフもちょっとしたアクセントになるのでこれ良さそうですね。僕はねこの手のものはアーバンリサーチさんのものも持ってるし、あ、本当好きなのでちょっとこれも実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。せっかくなんでグラミチのショーツと合わせてみましたが、これでもう外遊び完璧ですね。まあ、ちょっと下はグルカなのでやや都会的な雰囲気もありますが、これをちょっとスポーティーなサンダルに変えたら僕はもう川だとか山だとか遊びに行けるような感じかなと思いますね。この色またいいですよね。まあ、ブラックだとかダークグレーとかそのあたりは持ってるんですけど、このちょっとこうブラウンっぽさも感じるトープという色がですね、個人的にはなかなかいいなと思いましたね。まあショートパンツは僕はブラック選ぶことが多いので、上半身ちょっと色変えるにはこれぐらいの色があると1枚いいなと思いましたね。ちゃんとこのロゴもねちょっとしたアクセントになっていて、個人的にはこれすごくいいですね。山遊びもするのでちょうどいいなと思いましたね。でサイズ感も先ほどのこっちの T シャツよりは少しだけ長さはありますね。袖が長くて身幅のゆとりもあるんですが、やっぱりこれ系の T シャツの良さってこのドローコードですよね。このコードで裾を絞ることができるので、着丈をちょっと上げて着ることができるのと、シルエットにこう膨らみ感を持たせることもできるので、このあたりがすごくバランスいいなと思いましたね。あとは僕はあの休日手ぶら派なんですね。なるべく荷物持ちたくないんですけど、冬だったらまあコートとかアウターがあるので気軽に収納できるんですけど、夏はそれがしづらいんですね。ですがこちらはちゃんと腰にポケットがついているので、ここにも荷物入れられますし、すごくバランスがいいですね。で改めてこちらのグラミチも丈感もちょうどいいし、これは使い勝手良さそうですね。ちょっと最近買ってないので1枚アップデートしてもいいかなと思うので、この質感のものも1枚欲しいなと思ってます。そして足元ですね、グルカサンダル、これもいいですよね。まあ、グルカはすごく使い勝手良くて、まあ、いろんなスタイリングに合わせやすいかなと思います。まあ、ショートパンツで合わせていただいてもいいと思いますし、あとは結構こういったミリタリーっぽいアイテムですよね。オリーブのパンツにグルカもすごく合うので、こういった着こなしも僕使ったりするんですよね。でオリジナルで1万3000円しないぐらいの価格帯ですごくね気軽に買いやすくて、牛革でバランスもいいですよね。でこのベルト部分の太さとかも結構ブランドで全然違かったりするんですが、すごくちょうどいいバランスに配置されてますし、こういったバックの部分なんかも少しのくすみ感のあるカラーで、これもすごく馴染みもあってなかなかバランスいいなと思いますね。これは一足持っとくとかなり使えると思います。意外とグルカサンダルって、まあ、本格的な3万円オーバーのもの、いろんなブランドのものもあるんですけども、それ以外のこうセレクトショップのオリジナルで探すと意外と見つからなかったりするので、これすごく使いやすいかなと思ったので、ぜひ皆さんこちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではアーバンリサーチさんのですねプレスルームにお邪魔をしまして、夏の新作ですね、こうずらりと並んでいますが、このあたりをですね皆さんにご紹介させていただきました。まだまだ紹介しきれてないものもあって、まあ、このあたりもねすごく使い勝手良さそうなんですよね。先ほど一番最初にご紹介した UR テックの素材使った半袖シャツですね、まあこちらのバンドカラーシャツがあって、でレギュラーですよね、まあ、大体この3兄弟といいますか、こちらのバンドカラーがあって、そして、まあ、こういったレギュラーカラーがあって、さらにはこちらのオープンカラーがあるという、この3つが大体ですねバリエーションとしてはあるかなと思うんですが、このレギュラーもなかなかバランスいいなと思うんですよね。はい、見ていただくとコンパクトな襟になっていて、で普通のシャツとはまた違ったようなこの腰にポケットがついていることで、このあたりもちょっとしたアクセントになるので、レギュラーもなかなかバランスいいなと思いますね。僕もレギュラーはよく着るので、ちょっとこのあたり取り入れるのもいいと思いますね。 UR テックが
まあ、かなり素材力入れてると思うんですけども、さまざまな商品に使われていて機能的でなおかつ見た目もきれいめで使いやすいので、このあたりはぜひ使っていただくといいかもしれないですね。これ良かったな、履いてみればよかったな。はい、タック入っててちょっとクラシックな雰囲気でなかなかバランスいいかなと思いますね。いわゆるグラミチのショートパンツみたいなものってこれはこれですごく使いやすいんですよね。もう本当に先ほどみたいにこういったシャカシャカ系ナイロンのトップスと合わせてっていう感じがいいかなと思うんですが、まあちょっときれいめなトップスに合わせるんだったらこういったタック入ったパンツなんかすごく使いやすいかなと思うんですね。これと先ほどのこのあたりのレギュラーカラーの反省シャツとかと合わせていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、素材とか雰囲気に合わせてちょっと違った雰囲気のこういったショートパンツも持っておくのもいいかもしれないですね。なかなか良さそうなものがたくさんあって個人的にも今後の買い物が楽しくなりそうだなと思いました。まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、オンラインで見ていただいたりですとかお近くにも店舗がある方はお店の方でですね試着をしながらこのあたりのアイテムですねチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身も楽しかったのでまた季節を変えてお邪魔したいなと思っていますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。